キルヒレンゲルンは、ドイツ連邦共和国、ノルトライン・ウェスト・ファーレン州北東部のヘルフォルト郡に、属す、町村である。この町は、ビーレフェルトの北約25キロメートルに位置する。自治体キルヒレンゲルンが、現在の長域を得たのは1969年からで、あるが、キルヒレンゲルンの集落は1150年にはすでに、最初の記録が残されている。 キルヒレンゲルンは、ベーザーベルクラントの麓にあたる、ラーフェンスベルガー丘陵に位置し、長域北部は、ビーエン山地の死脈に達する。南部は、エルゼ川及びベル川の定地である。この二つの川は、町の東側で、レーネとの町境の一部をなしており、町境上で合流する。合流点は、海抜52メートルで、この町の最低地点である。最高地点は、 町の南部に位置するカーレベル区の海抜148メートルである。町域の北部は町境の海抜123メートル程度まで上昇する。最寄りの大都市は25キロメートル南のビーレフェルトと40キロメートル西に位置するオスナブデュックである。この町は群町所在地のヘルフォルトの北10キロメートル、レーネの西5キロメートル、ビュンデの東4キロメートルに位置している。 町内を西から東にエルゼ川が流れており、東の町境で南西から流れてきたベレ川と合流する。ベレ川は最終的にはベイザー川に注ぐ。エルゼ川やベレ川には北のビーエン山地から流れ降りる多くの小川が注ぎ込む。例えば、レーマーローメンニッヒファーミューレンバフ派はこの町の北部を流れて、レーネでベレ川に合流する。ヒデンハウゼミア、 エンガーを流れるブラントバッハ側は、レーベルクの西でエルゼ側に交流する。キルヒーレンゲルンの長域は、自然環境上は、ラーフェンスベルガー盆地に属す。ラーフェンスベルガー盆地は、海抜50メートルから140メートルの間で、緩やかに起伏する、丘陵地である。多くの小さな谷が、しばしば突然に深く切れ込んでいる。キルヒーレンゲルンの土地利用図。赤が、住宅。 交通用地、白が農業用地、緑が森である。キルヒレンゲルンの面積は33.78平方キロメートルで、これより、わずかに小さなヒデンハウゼンに次いで、ヘリフォルト群で2番目に狭い自治体である。町の形は、南北の長さが10キロメートル、東西の幅は最大6.5キロメートルで、かなり細長い。キルヒレンゲルンは古くからの入植地で、 昔から農業に利用されてきた。町域の南部は、ビュンでヒデンハウゼン、レーネとほぼ一体化している。町の北部は、比較的人口密度が低いが、ここでも、町内全域がそうであるように、森は、極めて稀である。町内の肥沃な王土地域では、穀物やトウモロコシ、油菜が栽培されている。以下の表に、土地利用の詳細を示す。キルヒレンゲルン町は、北は、 ヒュルホルスと東はレーネ、南はヒデンハウゼン、西はビュンデと境を接している。キルヒレンゲルンの町口図この町は7つの地区で構成されている。この中でキルヒレンゲルン地区が最大の地区である。この地区は1969年に当時アムとキルヒレンゲルンに属していた町村が合併して形成されたこの町の名前の由来となった。 それまで独立した町村であったジュート・レンゲルンは、ヘリフォルト軍の創設に伴い、キルヒ・レンゲルンとビュンデトに分割された。グーとオーバーベーメ周辺は、非公式な集落、オーバーベーメを形成している。この地方で、支配的な気候は、大西洋の海洋性気候である。直線距離で約10キロメートル離れたヘルフォルトにおける長期平均気象データを以下の表に示す。 ヘルフォルトは、キルヒレンゲルンと同程度の高度に位置し、自然環境も類似しているため、キルヒレンゲルンの気象データは、ヘルフォルトの長期平均データと大きな違いはない。旧区ベルンハイム修道院の付属建造物旧世紀以前には、すでに最初の入植地が設けられていた。エルゼ川沿いの古い入植地には、ザクセン人のエンゲルン族が住んでいた。その後、この地域は800年頃に、 カール大帝機下のフランク人によってキリスト教家され征服された。12世紀以降、現在のキルヒレンゲルンに関する最初の記録が残されている。おそらく1147年にオスナブリュック司教フィリップ・ホンカッツェネルン暴言がアウグスチの会女子修道院としてクベルンハイム修道院を設立した。このバシリカ教会は12世紀にまで遡るが、 何度も改築されており、その敷地にはそれ以前にも宗教建築があったと推定されている。このシュティフト・クベルンハイム地区が、キルヒレンゲルン最初の固定化された集落であったと推測されている。ヘーハー地区、キルヒレンゲルン地区、クベルンハイム地区は1150年頃の、ジュートレンゲルンは1151年の、レーマーローは12世紀のヘルフォルト修道院の超税簿に記録されている。 クロスター・バウェルシャフトは、クベルンハイム修道院周辺の農村として発展していった。しかし、この集落名は、おそらく18世紀になって、初めて現れたものである。宗教改革に伴って、クベルンハイム修道院は、1532年に、在族の女子宗教組織に変化した。1648年のベスト・ファーレン条約に、基づき、この地域は、 人ン公ン領とブランデンブルクプロイセンのラーフェンスベルク伯領に属すこととなった。1807年から1810年までこの地域はナポレオン支配下のベストファーレン王国領となった。1811年から1813年までは現在の長域全域は、フランス領に併合された。1813年にこの地域は再びプロイセン領となった。 1810年12月1日に貴族によるクベルンハイム女子教団は廃止され、その所領は1815年にプロイセンの所有となり、1832年まで国有地として運営された。1816年に設けられたクベルンハイムの地方裁判所は、1832年にビュンデに移転した。1860年に村長のビルヘルムバックマイスターは、 小園や騎士寮に属していた教団の土地を売却するために分割を始めた。これにより、1860年以降新しい入植者によって、教団の小園農場に小さな住居群と小さな農地を含む面積161ヘクタールのシュティフトクベルンハイム村が形成された。19世紀中頃に機械食器の流星に伴って、 リンネル折りの純粋な手工業は衰退し、さらに1847年から1850年に強作に見舞われた。経済の好転は、ヘリフォルトからキルヒレンゲルンを通って、ルベッケへ至る道路の開通と、レーネからオスナブリュック方面へ向かう鉄道の建設によってもたらされた。1855年に駅が設けられ、キルヒレンゲルンからこの鉄道を利用できるようになった。 1904年以降、ここからヘルホルトやビーレフェルトを経由するハム民連ンン線に接続する支線も設けられた。また、1897年から1937年までの間、キルヒレンゲルンは主に鉱石の運搬に利用されており、乗客も乗せたオーバーリュッペイの軽便鉄道の終着駅であった。キルヒレンゲルンは、 1843年から1918年までアムツベチルク合面にヒュフェンに属した。1919年に現在の自治体の原型であるアムト・キルヒレンゲルンが創設された。1929年にそれまで独立していたグーツベチルク・オーベルンベーメとグーツベチルク・シュタインラッケが廃止され、アムツベチルク・キルヒレンゲルンに統合された。 ノルトベストファー練習の自治体新設に伴って、1969年1月1日に、アムトキルヒレンゲルンとジュートレンゲルンドルフニシュプラ道のわずかな一部を加えて、自治体キルヒレンゲルンが創設された。住民は多くがプロテスタントの信者である。それ以外では、セントがカトリック、セントがその他の宗教の信者、または、 無信仰者である。1970年以降の人口推移を以下の表に示す。キルヒーレンゲルンの町役場キルヒーレンゲルンはヘルフォルト軍に属す町村である。軍庁所在地はヘルフォルトである。キルヒーレンゲルンの町長は1999年から直接選挙で選出される。この他34議席からなる町議会がある。キルヒーレンゲルンの町長は 2004年9月26日の直接選挙で56.17%の票を獲得したリューディガーマイヤーである。彼は2009年8月30日の選挙で60.30%の票を得て再選されている。彼の前任者はベルナー・ヘルム家で1999年に決選投票で58.7%の票を得て当選した。キルヒ・レンゲルン町は 1972年2月15日に、デトモルト行政官区長官の文書により、紋章を使用する権利を授与された。紋章は赤字と銀字に上下に分割。上部は一つの枝についた三つのどんぐりの実。下部は一本の赤い横帯。上部の民伝の赤字に銀色の三つのどんぐりの実は、かつてのクベルンハイムの経済連盟のマークを示している。 その境界線は、シュプラドーを除けば、同じ紋章を使用していたキュアムとキルヒレンゲルンの境界に事実上一致する。赤は、民伝公領の色である。銀色は、歴史的にも、隣接する、地理的にも関係が深いラーフェンスベルク博の色である。ラーフェンスベルク博領と民伝公領は、1719年以降は、ブランデンブルクプロイセンで一つの行政単位を形成し、 ビテキントクライスヘリフォルト軍に属した。キルヒーレンゲルン町は、1972年2月15日に、デトモルト行政官区長官の文書により、旗と登り等を使用する権利も授与された。これらは長軸に沿って、赤と白のストライプ模様である。キルヒーレンゲルンには、劇場がない。村の映画館、リヒトブリックは、2.56メートルしかないが、メインストリート沿いの優れた。 映画館である。観客は希望すれば、プログラムの決定に参加することができる。ヘイファーの消防博物館に展示されている、消防車用、ヘイファー地区の消防博物館は、100平方メートルの展示スペースに、歴史的な消防士のユニフォーム、消防器具、消防車が展示されている。救命部門、ユニフォーム部門、ショート、栄誉部門、救水部門、 モータリゼーション部門と明確に分けて展示されている。展示のハイライトは胴体保存されている緊急車両のコレクションである。18世紀の農家を改造したこの消防博物館は各月最初と最後の日曜日に開館している。バウエルンバート・レー・マーローは1883年建造の歴史的な浴場兼宿泊所である。当時ここは 地元住民の公衆浴場として使われていた。多くの場合、入浴は週末になされたので、その間は健康に良い浴場付属施設を持つ公線が営業していた。この浴場は1973年まで営業していた。1996年から2002年までの間に改修され、これ以後は博物館として見学者に公開されている。ジュートレンゲルンには、 キリスト教系音楽組織、テンシングの地区グループがある。この他に、例えば、ゴスペルイコールコールキルヒレンゲルン、キルヒレンゲルン福音主義教会合唱団、男性合唱団 MGV1898、シュティフトクベルンハイム、CVJM キルヒレンゲルンのブラスアンサンブルなどがある。町役場の近くにある旧基礎家庭学校の建物には、 キルヒレンゲルン音楽学校が入居している。クベルンハイム修道院教会、キルヒレンゲルンには保護文化財リストに登録されている建造物が合計35件ある。修道院教会シティフとクベルンハイムの修道院教会は中核部が12世紀にロマネスク様式で建設された。16世紀に北側に後期ゴシック様式の中楼が増築され、 新たなボールトが設けられた。かつての修道院と女子宗教教団がキルヒレンゲルンの方がである。1525年頃に制作された後期ゴシック様式の両開き祭壇は大変に印象的である。シュティフト・クベルンハイムの領主館領主館、修道院教会の隣に領主館とと呼ばれる百七十六年建造の女子修道院長館がある。この建物は元来、 クベルンハイム女子修道院の約30人の指導者の館として建造された。この修道院は1810年に世俗化に伴い廃止され、プロイセンの国有財産とされた。プロイセンはこれを1832年に民連の政治家、クンラート・デリウスに売却し、さらにデリウスは、無故で退官した将軍のビルヘルムバックマイスター2、グラーペンシュタインに、これを譲渡した。 彼は1861年までこの館に住み、1837年に約6.5メートル拡張した。この館はバックマイスター家の財政不安のために、タバコ製造企業シュタインマイスターベレンジーク社に売却された。この会社は館をさらに拡張し、タバコ工場に改築した。この工場は1971年まで利用され、1976年には、 解体寸前の状況となった。1993年からこの建物には、ヘルフォルト軍のラーフェンスベルク生物学ステーションが入居している。歴史的な天井画を有する屋内では、1998年から結婚式も行われている。オーバーベーメカン、オーバーベーメカンとシュタインラーケカン、水木のオーバーベーメカンは、1450年に初めて記録されている。 17世紀になるまでこの館は、クベルンハイ向けのものであった。1734年にフリードリヒ・ホンデア・ホルスト2、ハルデムはコルンベルク兄弟からこの館を入手した。このすぐ隣に、ニーダーベーメーカンがあった。この館は19世紀まで、クベルンハイ向けの所有であった。レーネのウーレンブルク館もクベルンハイ向けの所有であった。これが紛争のもととなった。ホルスト男爵は、 獲得して、わずか1年後にニーダーベーメの領主権とオーバーベーメの建物をクベルンハイム家二条として、シュタインラー家の辞書に新しい館を建設した。オーバーベーメの権利は、シュタインラー家に移り、建物が取り壊されたニーダーベーメの権利は、オーバーベーメに引き継がれた。このため、シュタインラー家館には、ニーダーベーメ館の取り壊された資材が転用された。 1735年にフリードリヒ・フォンデア・ホルスト2、ハルデムによって建設されたバロック様式のシュタインラー家騎士官は、1789年以降、ボリース家の所有となった。ユリウス・アウグスト・フォンデア・ホルストが1789年に、シュタインラー家をフランス・クリスティアン・フォン・ボリースに売却したのである。1803年にフィリップ・フォン・ボリースの所有となり、 現在もその子孫が所有している。敷地は約170ヘクタールの広さがある。現在、シュタインラー・劇キ館カンの母屋にはライナーフォン・ボリース博士が住んでいる。彼は残りの辞書を貸し出しており、一部は公園になっている。クズ鉄男、夫、クズ鉄男、夫という名で知られる像は芸術作品であると同時にガソリンスタンドチェーンの広告でもある。 このクズ鉄で作られた、高さ10メートルを超える目立つ人物の像ははじめ、ヒデンハウゼンにあり、その後キルヒレンゲルンヘイファーに移された。2007年はじめに、暴風雨、キリルがこの地を襲い、この像がある吹きさらしのヒュラーベルクは被害を受けた。この像は折れ曲がり、危うく、ガソリンスタンドに落下するところであった。その他の建造物キルヒレンゲルンの自然保護区北部に、 シュテルンイコールノルディックイコールウォーキングイコールパークがある。ここには4キロメートルから1 8トルの周回コースが設けられている。芝生の通りと単独の巨木を持ち、一般の立ち入りが制限された4ヘクタールの広さを持つ公園がシュタインラーケ騎士館に付随してある。この公園は19世紀の状態に保たれている。この公園には 長さ1.6メートルのクジラの暴れ骨が置かれている。キルヒーレンゲルンには、レーマーローメンニッヒファー、ミューレンバッハ自然保護区と、エルゼアウエ自然保護区のそれぞれ一部があり、合わせて240.1ヘクタールが保護区にあたり、これは、長域全体の7.13%に相当する。カートバーンキルヒーレンゲルンスポーツクラブには、種々のスポーツ種目を有する TB ヘファー、 テニスクラブの TSG、キルヒレンゲルン、フェンシングクラブのクベルンハイマー FC、チェスクラブのスジェムキルヒレンゲルン、サッカークラブの VFL クロスターバウェルシャフト、BV21 シティフトクベルンハイム及びロートバイ、キルヒレンゲルンなどがある。会員数合計5100人となる26のクラブが、キルヒレンゲルンの町のスポーツ連盟に加盟している。カートーンキルヒレンゲルンでは、 610メートルのコースでモータースポーツが行われている。最大の体育館は、総合学校前の500席の観客席を有する3階建ての体育館とクベルンハイムの体育館である。この他に、シュティフトクベルンハイム地区フリーデンスタールの人工芝グランドをはじめ5つのスポーツ広場がある。プールキルヒレンゲルに唯一のスイミングプールが屋内、屋外プール、 アクアファンである。食肉加工業者出ンゲマンは、名物料理としてラーフェンスベルガー、風焼きソーセージを作っている。このラーフェンスベルク地方の名物料理は新鮮な状態、すなわち下茹でせずに販売される。極めて薄い羊の蝶に詰められており、スパイスを大量に含んだ強い風味を持つ。キルヒレンゲルン発電所キルヒレンゲルンには、様々な業種の企業がある。 金属加工業、木工業、ガラス加工業、採掘技術、包装業、家具製造業、ハイテク企業、グラフィック企業の業者がある。キルヒレンゲルンには5164人の社会保険支払い義務のある労働者のための職場がある。大手の雇用を主にヘッティヒ社がある。キルヒレンゲルンに本社を構えるヘッティヒ企業グループは家具分野の下請け業者、サービス業者であり、 5200人の従業員を要しているが、もちろんその全部がキルヒレンゲルンで働いているわけではない。さらにミンデンダーフェンスベルク電力も特筆すべきである。キルヒレンゲルン駅の近くにある、この企業はキルヒレンゲルン発電所を運営しており、イーオンベストファーレンベーザー ag の関連会社である。150人の従業員がいる。デベルト社は、介護、病院、 家具分野の電子駆動システムを生産している。2011年12月現在ドイツ全土のデータ処理専門企業、約200社が加盟しているマーケティング、購買連盟へ面倒は、キルヒレンゲルンに本社を置いている。免許者は、ヘルフォルト軍に多くある家具製造業者の一つである。大型食肉加工業者シュペンゲマンは、特にベストファーレン風の焼きソーセージで有名である。 キルヒーレンゲルンにはこの他に家具販売店メーベルハインリヒの支店がある。キルヒーレンゲルンの支店の売り場面積は2万平方メートルにまで拡張されている。キルヒーレンゲルン駅鉄道とバスキルヒーレンゲルン駅はここから4キロメートルの地点でハムミンデン線から分岐したレーネライネ線の駅である。この駅のプラットホームへは階段なしで行くことができる。 以下の路線が旅客運行している。町内地区間は地区バス路線が利用できる。地方バスはヘルフォルト及びビュンデ離域が運行している。レーネーはオンデマンドバスで行くことができる。キルヒレンゲルンは運賃連合デアゼクサーに加盟している。道路リュベッケとヘルフォルトとの間を結びアウトバーン A30 号線とインターチェンジを形成する連邦道。 B239 号線によって、キルヒレンゲルンは、広域道路網と接続している。自転車交通エルゼベレ自転車道や、ベーザーリッペ自転車道などの自転車道が町内を通っている。これらの自転車道もには、標識が整備されている。日刊市では、ノイエベストフェイリシェとベストファーレンブラッドに、キルヒレンゲルン向けの地方面がある。ローカルラジオ局のラジオヘルフォルトは、 キルヒレンゲルンでは 94.9MHz で放送されている。調律図書館木組建築のオスターマイヤー館には、ビデオ、DVD、CD を含め1万6000点のメディアを収蔵する、町立図書館が入居している。アクアファンレジャープール、アクアファンには、屋内、屋外プール、日光浴スペース、ホイールプール、ウォータースライダー、飛び込み用プール、サウナ施設などがある。 ヘルフォルト道路交通局ヘルフォルト軍庁舎最大の市庁舎である道路交通局がキルヒレンゲルンにある。キルヒレンゲルンにはキルヒレンゲルン、ヘイファー、シュティフトクベルンハイム、ジュートレン、エイリヒケストナー総合学校はビュンデの総合学校の分校である。この学校のゼクンダ・シュトゥー・フェイツーはビュンデの校舎に合流する。この他に学習に重点を置いた特別支援学校。 職業専門学校、キルヒレンゲルン調律音楽学校やキルヒレンゲルン保健学校がある。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。